老舗オーディオブランドがゲーミングヘッドセットを本気で作っちゃった。こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンのハマちゃんと日本橋店頭スタッフのシャモです。はい、シャモくん、はい、まあ、突然来ていただいたんですけども、はい、ありがとうございます。唐突ですが、はい、ゲームとか好き？めっちゃ好きです。あ、好きなタイプでした。はい。どういうジャンルのゲームとか好きなんですか？はい、まあ、俗に呼ばれる FPS って呼ばれる銃で撃ったりとかするようなゲームが基本的にやっぱ好きですね。なるほど。ゲームする、はい、FPS する人とかってゲーミングのそのオーディオ環境とかって、はいはい、結構こだわってらっしゃる人が多いと聞いたんですけど、シャム君はどんな感じ？僕も普段、僕は iPad でよくプレイをしてるんですけど、やっぱり、こうヘッドホンなしの状態でプレイをするのって画面からしか音が出ないので、左右の音の、まあ、こう敵が来ているだったりとか、うん、そういった部分がなかなか聞き分けにくいんですよ。なのでやっぱりヘッドホンがあると音で敵の位置が分かったりとか、そういうのがあるので、そういう部分にはすごくこだわってはいますね。なるほど。はい、ということで、はい、今回はゲームが大好きなシャモくんと一緒に製品を紹介していきたいと思います。それがこちら、シドー。シドーは老舗オーディオブランド音響が手掛けるブランドで、ゲーミングヘッドセットアンプを、クラウドファンディングにて先行販売を実施し、支援者は約1700人、約2100万円を超える支援金額を達成しました。そんな指導はですね、最初はクラウドファンディング限定の販売だったんですけども、ついに、一般販売が決定し、ゲーミングヘッドセットですね、シドー001と、ゲーミングアンプシドー002を今回はご紹介しようと思います。お値段、ヘッドセットが 14,190 円、アンプが 9,790 円、そしてセットの価格が 27,900 円。これ安いよね、安いよね、セットで2万円。あー、へー、安い、すごいお得に感じます。すげえお得に感じるよね。うん、とシャム君はですね、はい、まあ、このシドー、はい、まあ、音響さんが作ったシドーについて、はいはい、どんな感じのイメージがありますか？そうですね、やはりそのに、まあ、結構昔からこう聞きなじみのあるメーカーさんなので、うん、やはりなんか、まあ、音響さんのあくまで僕の音のイメージなんですけど、こう全体的にすごい聞きやすいというか、こうどこかを無理に主張するっていうことがなくて長時間聞いてられるような、そんな音のイメージが僕は ありますね。なるほどね。音響のこのちょっと真面目な感じというか、そうですね、はい、誠実な感じね。それでは、本体の方を開封していこうと思います。あ、じゃあまずはヘッドセット、まあ、ですね、ヘッドホンの部分ですね、とヘッドホン用の接続ケーブル、接続ケーブルには、マイクの部分と音量調整の部分がついてますね、とマイクと、ヘッドホン端子の変換ケーブルですね、まあ、よく見るっちゃよく見るやつ、これがまあ付属しています。はい、あとね、最後の先端がよく曲がるマイクです。マイクは着脱式で、よくあるタイプのくねくね曲げられるやつですね。で、それらを合体させるとこんな感じ。はい、ええ感じのデザインやと思います。あの、指導は武士道から来てるっていうような話らしいですよ。そうですね、やっぱりその武士道っていうのがコンセプトにあるみたいな感じで、こう、まあ一言で言うのはすごい渋いっていうような見た目をしてますね。ところどころこういう金の装飾であったりとか、ここちょっと見えるかわからないんですけど、ここの黒い部分にですね、金色のキラキラ光るような装飾というか加工がされてまして、こうパッと遠くから見ると、普通の真っ黒の、ヘッドホンの側面に見えると思うんですけど、近づいてみるとキラキラ光る、非常にこの高級感のあるような見た目をしていつつも、どこかシンプルさを兼ね備えて、主張しすぎないような、そんなヘッドセットの、デザインだと思います。ゲームって結構長時間やられるタイプのものやと思うんで、あのヘッドセット その装着感とかね、はい、めちゃめちゃ重要だと思います。はいはいはい。で、シドー001は、
かなり装着感にもこだわっていて、イヤークッション部分には形状記憶フォームと冷却ジェルの2層構造を採用していて、めっちゃこのキメの細かいですね素材で、まあ、さらっとした、肌触りです。ほとんどね、普段のこの仕事の中で、はい、川野くんがね動画の編集をこれやってるんですよ。はい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 。で川ちゃんが、まあ、こうずっともうほとんど耐久レースみたいなのずっと編集してるんでそれでも痛くならずに快適に使えるというふうな、お声をいただいておりますので、まあ、装着感に関しては、ヘッドセット界では最高クラスのものではないかなと思います。まずつけた時の装着感、まあこの触れてる部分に関してもちょっと後ほど言及させてもらうんですけど、何より軽いですね。軽い、すごく軽いです、ね、軽い大事よね。これめちゃくちゃ大事で、先ほど母ちゃんさんが編集の時に使ってるっていうのでおっしゃったように、長時間つけてると本当に、まあ、もう十数グラム単位の重さの違いが結構編集の時であったりとか、その長時間作業される方にとってはかなりもうこう痛さだったりとか、そういった重みっていうのが意外とゆっくり時間をかけて自分のそのしんどさっていう部分につながってくるので、軽いっていうのはすごくまず精神的にも身体的にも楽ですね、やっぱり。で次にここの、触れている、部分の、まあ、いやパッドの、接触面の部分なんですけど、ちょっと若干ほんのひんやりしたような感じがしますね。おそらくこれは冷却ジェルの影響かなっていうのはあるんですけれども、これだと、例えば夏場であったりとか、結構やはり気温が上がってくるとこういう、まあ、ちょっと密閉型になるんですけど、ちょっと蒸れてきたいとかそういったことがあったりするんですけど、そんな夏場の状況でも快適に装着しながら長時間のゲームプレイをできそうな感じが、今こうつけただけでもそう感じるような、すごいもう本当にトップクラスの装着感だと思いますね。はい、はい、頭のてっぺんの頭頂部分に触れるのヘッドバンドの部分、はい、この内部のところもちょっと今見てほしいんですけど、はいはい、ここね、速乾性素材を採用してて、はい、まあ、汗をかいても、まあ、ベタベタしないようにっていう風な工夫も凝らされてると。なるほど、まあ、まさにねプレイヤーのことを考えてこう計算し尽くされたアイテムかなというふうに思いますね。そうですね。このねケーブルの部分なんですけども、これ布巻きケーブルないですよね。やっぱ高級感が出てくるし、で断線しにくくなるし、スライド式のスイッチは、ね、マイクのミュートのスイッチになってます。あ、なるほど、はい、なので、まあ、とっさの場面でも、うん、ちょっと、まあ、離席する時であったりとか、そういった場面ですぐに素早くミュートをオンにできるという形になってます。なるほど、遊んでる時にお母さんにご飯やでって言われた時に恥ずかしい思いしないですもん。そうですそうですそうなので、その、近くにある丸い部分なんですけども、これ、はい、これかな、そちらですね、うん、それがアナログボリュームになってまして、うんうん、要は簡単に言ってしまうと、そこの部分で音量調節ができるようになっております、うんうん、で、そこの部分で、音量調節ができるので、たとえソフト側が対応していなくてもそこの部分で、音量の大小を調節することができます。まあ、1位というのもですね、結構ケーブルの、まあ、ヘッドセットをつけてすぐ、まあ、手の届く範囲に、ボリュームが来るので、ゲーム中ですねちょっとこの音量を少し下げたいであったりとか、そういった部分でもすぐに下げれるというような便利さがありますね。はい、ヘッドセット側の、プラグ、4極プラグなので、スマホと接続するときにそのまま、マイク使えるような形になります。便利そうですね、うん、さて、まあ、いよいよ実際に使ってみた感想をいただこうかと思います。シャモ君、実際に聞いてみて音質の部分いかがでしたか。はい、もう一言で言うなら大満足。大満足かなり好みかなっていう、まあ、この好みっていうのも人に、うん、よって分かれる部分なので、まあ僕の意見が絶対っていうのはないんですけど、軽く感想を言わせていただきます。結構低音であったりとか高音の部分がかなりはっきり出る、そういったヘッドセットだと感じました。で、じゃあこの FPS などをやっている時に、まあ、どういう風にそれがメリットになってくるかなんですけれども、敵の足音、まあ近づいてくる音ですね、そういった部分って結構低音の部分が割と影響することが多いので、そういった時に近づいてきているとか遠くにいるとか、まあ、こういった部分が低音
がしっかりしていることによってかなり聞き取りやすい、そんな印象があります。で、攻撃の部分もですねはっきりしていますので、例えば遠くから撃たれた場合もですね音の部分がかなりはっきり聞こえるので、やはりそういった意味でも今自分がどういう風に狙われたであったりとかも判断しやすいのかなっていうような印象があります。で、次に、低位感ですね。立体感などとも言われるんですけれども、具体的に、どこの方向から音が鳴っているとかいう部分になるんですけれども、それもかなり聞き取りやすい印象ですね。前後左右、斜め上下であったりとかも、そういった部分もかなり聞きやすい印象がありました。結構しっかりと索敵って呼ばれるものをされたいっていう方にはもうこのヘッドセットはこう抜群に相性がいいんじゃないかなっていう風に感じます。はい、やはりですねゲームをやっている人の感想はちょっと違うなっていう感じですね。よく細かいところに気づいていらっしゃると思います。はい、本日ご紹介させていただきましたのは音響の指導ヘッドセットのご紹介でした。ご紹介いたしましたのはイヤホンヘッドホン専門店イーイヤホンの浜ちゃんと日本橋店頭スタッフのシャモです。またの動画で。